こんにちは、今回はですね、人間の口を楽器に例えて母音、子音、アクセントについて説明するというギャグをかましてみようと思います。思いっきり雑に説明しますさかい、間に受けず、もう感覚をつかむだけの動画とお考えください。まず、人間の口にはドラムとギターとエフェクターが入っております。これらの音が組み合わさることで言語になります。一番発達しているのはドラムです。イギリス人の口には16程度、日本人の口には13程度のドラムが入っています。そのドラムの音はこんな感じです。などなど。このドラムの音を子音と呼びます。これを実際に音楽に使用したのがボイスパーカッションです。話を言語に戻します。人間が言語を発するとき、ドラムと同時にギターも一緒に鳴らします。このギターは声帯という名前です。この声帯ギターの奏で方にも言語による違いがありまして、日本語のギターのメロディーはこんな感じ。ああ、あ、あ、ああ。英語はこう。あ、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 あ。ほんで、中国語はこんな感じ。あ、あ、あ、あ。このようにですね、声帯ギターの実際の言語で使う音程の数は、日本人やイギリス人の場合は、高いか低いかのたったの2音。中国人でも4種類ぐらいと存外に少ないです。この音の高さの種類を声調と言います。ほんで、音が高くなるポイントをアクセント。全体のメロディーをイントネーションと言います。さて、このように言語のギターは音程が少ないので、このままでは多くのパターンを表現することができません。そこで人間はエフェクターを使って音色を変えてあげることで表現の幅を広げています。このエフェクターは具体的にどこかというと、唇と顎と舌です。舌はですね、ドラムを叩くスティックの役割とギターのエフェクター、二つの役割を担っているんです。英語で言語のことをラングウェッジと言いますが、この語源はラテン語のリングア、つまり舌です。ベロです。言語にとって舌がいかに大切かをよく物語っているエピソードと思います。緩和球台、このエフェクターはギターの音色を様々に変化させてくれます。現代日本やスペインの場合はハイウエオという5種類の音色、イギリスの場合は、まあ、数え方にもよりますけど13から17種類の音色、中国は6種類ほど、韓国は8種類程度、ドイツも8種類、古代日本もまあおそらく8種類、青森県などでは4種類の音色に変えられます。この音色のことを母音と呼びます。ちなみに関東と西日本ではエフェクターが若干違うでございまして、ウの音が西日本広域ではウーですが、関東ではちょっと曖昧なうーのような音色になることが知られています。では実際に例文を見てみましょう。コーヒーを一杯ください。ギターの楽譜の下の文字はエフェクター、つまり母音を表しています。ドラムが子音です。叩くドラムによって子音の種類が変化します。左から順に K のドラム、H のドラム、P のドラム、再び K のドラム、D のドラム、そして S のドラム。伸ばす音やあ行はドラムが休符になってギターだけで奏でています。一杯の小さい2はギターがお休みでドラムだけ叩いている状態です。ギターの高さがアクセントです。これは共通語のものですが、
関西バージョンではこうなります。コーヒーをいっぱいください。全部ギターだけで演奏するとこうなります。おーいいよい、はい、うわーい。これが声帯という名のギターのソロプレイです。あ行と長音だけになってますやろ。一方ドラムのソロはこんな感じ。くっひょっくっどす。ボイスパーカッションにしてはいささか地味でございますが、別撮りしたギターソロとドラムソロをパソコンで合成するとこないなります。おいよい、はい、うわーい。まあそれっぽいでしょ。このように人間の口は二つの楽器の合奏をやって抜けてるんですよ、日常的に。 Welcome to the Science Gallery of the Max Planck Society。ようできてるでしょ、人体って。というわけで今回は言語をロックの楽器に例えて説明するという暴挙に出てみました。それではありがとうございました。